はい、それでは今日も元気にやっていきまりよ。クリア率は約 5% なんだぜ。やばい、能力を元に戻されるー。それはいてつく波動だ。受け、氷のステージ、これは厄介。確かにツルツル滑るんだよな。しかも視聴者さんには分かりにくく、またトライアングル下手なことやってんなーって言われてしまう。やばい、氷ステージだろうが上手い方は上手いし、仕方ないんだぜ。やあカロンさん、一つお願いがあります。あなたをファイヤーバーの盾にしてもいいですか？いいわけねえだろカス。おっと、これは少し調教が必要ですね。しばしお待ちを。あーん、気持ちいい。もっと、もっとやってー。あせせ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 。はい、見事に調教失敗しました。やれ、M 君。あ、社長、聞いてよ、あのカロンド M すぎなんだけど。え、カロン、まさかあの殴られると喜び回るカロンかね？多分そうだと思う。彼は殴られることに生きがいを感じ、殴られたいと指示を持っているらしい。そんな彼についたあだ名はなんと。ド M カロン。そのまんまじゃねえか。あ、間違えました。確か、M ズゲットフィーバーアクションクインテッドマルフォイカロンでした。どこをどう間違えたらいい間違えれるんだよ。逆にびっくりだわ。てかまたマルフォイってついてるんだな。そして彼はド M マルフォイとして現在生きています。結局マルフォイ。ねえマリサ。実況やろうよ。やばい、お前に言われると超うぜー。お前がカロンに対して変なこと。カロンじゃない、M ズゲットフィーバーアクションクインテッドマルフォイカロンだー。どっちでもいいわー。なんだそのこだわり、完全にどうでもいいことだろ。どうでもよくないよマリさん君。いいですか、カロンには私がつけたあだ名があるんです。そのあだ名を飲んであげないと。てかそのダサいあだ名つけたのお前なんかい。ダサいですって、失礼な。いいですか、ダサいものをダサいって言って何がダメなんだよ。前から言おうと思っていたがお前最近出番なくて焦ってるだろ。完全にアレイム君ぐらいしか出てこなくなってるじゃないか。悔しいか、悔しいだろ。ねえねえ、実況やろうよ。おう、なんかすまん。さて、今のところクリア率の割に優しいって感じのステージだな。おそらく後半に何かあるんだろうが、このまま何もなくいければいいんだぜ。多分何もなく終わるでしょ。だって私だよ、天才だよ。さっきまで真面目に実況やろうと言っていた姿はどこへやら。私は常に真面目です。学生の頃ずっと寝てるふりしてイヤホンで音楽聴いていたうつ主とは違います。あんまりそういうこと言わないで。黙れゴミクズアングル。それは言わないよ、約束。実況ねー。よし、若もいなくなったし実況やっていくか。それにしてもこんな簡単でいいの？もしかして私の実力が上がりすぎちゃってる感じ？安心しろ、お前は守ることなき下手くそだ。それは揺るがないんだぜ。そんなことないもん。よしわかりました、ここで一発クリアしてマリサをドスンと言わせてみせます。それを言うならギャフンだ。え、ギャオスナイトウ？誰もギャオスナイトウなんて言ってねえ。ちょっとマリサ、最近ツッコミが雑だよ。誰が速球140キロぐらいのスピードを低めにコントロールし、スライダー、本人曰くスライダーでバッタバッタと三振の山を築いていくギャオスナイトウやぐらいのツッコミは欲しいところです。そんなめんどくさいツッコミしたくねえ。むしろいちいちそんなツッコミしてたらうざいだろ。ちょっとうざいなんてギャオスナイトさんに失礼だよ。お前に対してうざいって言ったんだ。ここどこ？私は誰？急な記憶喪失。で、なんか来たー。ギャオスナイトだー。絶対違う。ギャオスナイトさん、ごめんなさい。大丈夫、ギャオスナイトさんはこの動画見てないはずだから。まずないが、もし見てたらどうするんだよ。全力で土下座をしながらサインもらいます。失礼すぎる。あれ？マリサ、ちょっと待って、これ出口ないんだけど。確かに、しかし出口がないってことはありえないし、必ずどこかにはあるはずなんだぜ。探したいんだけど、このギャオスナイトさんが邪魔で探せません。一応言っておくが、こいつはギャオスナイトさんじゃないぞ。え？嘘？でしょ？いや、そんな驚かれることに驚くわ。ねえマリサ、私気づいちゃったかも。このパックンマックンにパウ投げるんじゃない？ってギャオスナイトー。なるほど、今回冴えてるな。よし、じゃあ今度はこのパウを持ち続けていきましょう。道理で簡単だと思ったんだぜ。ちなみにさっき中間を取ってしまっていたので、初めからやり直しています。このパウでパックンマックンを倒して土管に入ってゴールかな？おそらくそうだと思うんだが、これであの土管が入れないとかだとどうしようもなくなるんだぜ。私は土管を信じてます。だから大丈夫でしょう。土管信じてもダメだろ。制作者さんを信じるんだぜ。私は土管しか信じれません。なんだその土管に対する信頼は。私は昔土管の土下さんに助けられました。土下さん、名前か？いえ、芸名です。芸能人なのか？違うよ。芸名です。突っ込むところがたくさんある。一言だけ。うつ主じゃないよな。だから私はゲイじゃないわよ。何言ってんの？ほんと困っちゃうわ。プンプン。え、冗談ですよ。ネタですよ。畜生めー。あいつガチでホモって思われるの嫌がってたのにボケやがって、ほんとにバカだな。最近の口癖が紅茶のストレート並みにストレートです。だったもんね。あれ？ちょっとマリサ、土管に入れないんだけど。よかったな。代わりにゴム兵出てきたぞ。このゴム兵ちゃんをどうすりゃいいんじゃー。考えろ天才、考えるんだ。うん、わかんねえ。
それではやって。何さらっとカットしてんだ。あー、聞こえなーい。この野郎。え、神？私のことじゃん。今回は安定と信頼の全自動なんだぜ。コメントでそろそろ全自動が見たいというコメントがあったので、今回は全自動にしてみました。いつもコメント本当にありがとうございます。忙しくてコメは返せていませんが、一字一句見ております。そして近々質問開始のコーナーとイラスト紹介のコーナーをやりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。てかマリサ、この全自動とてつもなくすごいんだけど、そりゃあいいねランキング1位のコースだし、当然なんだぜ。全部のコース全自動だったらいいのになぁ。もし全部全自動だったらマリオメーカーじゃなくなりそうなんだが。どうでしょう。長島さんやめろ。てか今回ジャオス内藤といい、野球ネタ多かったな。野球といえば私でしょ。いや知らねえよ。うぷ主野球部だったもん。関係ねえ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。